おお、おお、ほっさ、おお、おお、おれ、昔、細かったね。痩せよ。ということで、今日は3人が今履いてるその靴、アシックスがサポートしているプロのアスリートさんたちの記録にチャレンジしていきたいと思います。おお、やりたい。面白そうじゃん。どんな記録？3人とも、はい、振り返ってみて。今日はグラウンドからお届けしております。ちょっと広くないですか、ここ大人になってからグラウンドに立つと思った以上に広いんだけど、何十年ぶりですよね。ファーストチャレンジは陸上です。お、陸上。3人には短距離走 50m を走ってもらいます。パパ、50m 何秒で走ったことある？多分30年前ぐらいは12秒ぐらいかな。中学生の時。マネは9秒45。早い。マリは走ったことあるっけ？あるよ。何秒だった？わかんない。競争だけしたのか。30年後の自分の足が今何秒。けど羽はパパに勝てないよ。知りたいです。羽の方が速そうなの。わかんない。今日3人にチャレンジしてもらうプロのアスリートさんは、はい、陸上の桐生選手。あ、有名ですよね。はい、わかります。桐生選手はね、時速42キロで走れるんだって。42キロ。ピンときてないね。普通の自動車と同じぐらいの速さ。え、車と同じだよ。40キロ。そう。このスピードで、しかも 100m 走るのに47歩しか使わないんだって。ちょっと待って。1歩 2m。 そういうことだよね。パパ多分 1m。 今で 50cm。 もうジャンプだよ。一歩一歩がジャンプ。そうだよね。さあ、その記録に挑戦してもらいます。うわ、見て、隣にね、50m 測ってみたの。50m のメジャーで。緑のコーンから赤いコーンまで。はい、じゃあ羽ちゃん、意気込みで。桐生選手に挑戦します。挑戦します。はい、頑張りましょう。チームに、はい、頑張って勝ってね。はい、えいえい、えい、あー、ちょっと待って、羽ちゃん、これ100m じゃないの？昔さ、50m 短かったからね。でもなんか遠くない？めっちゃ遠いよこれ。まだもう合ってるの？感じるけど、これはね、50m きっちり測れるメジャーです。マジっすね。パパが絶望してるよ。絶望感が半端ないっすよ今。
ダメだ、やる前にもうちょっとダメだよ、もうやる気出そう。そうだよ、うん、勝つ気持ち、勝つ気持ち、勝つ気持ちね。いや、マリちゃん自信満々だから、マリちゃんからやりましょう。もうしないでよ。マリ選手、記録は12秒ジャスト。おお、イエーイ。2年生にしては頑張った。イエーイ。先生になりました。できた。12秒。50m10秒49。あ、この人のプレッシャーまですごい。プレッシャーだったの。前から回るから。嬉しかった。あのね、羽の方がちょっと早かった。 100m にしたらね、20秒ちょい、21秒ぐらいかな。桐生選手早い。次は誰かちょっと用意どん言いに行って。全力で走ったよ。パパ、全力で走るのいつぶり？うん、マリちゃんの幼稚園の運動会ですね。パパ選手、はい、50m 記録は8秒33。おー、3人の中ではさすがのトップです。みんな2秒ずつ違う。こんな太いのに？パパの体重押してませんよ。もっと軽かったらもっと速かったかもしれない。パパ早いよ、昔。ちょっともう一回やっていい？パパのね、あのスリムだった頃は動画をね、昔のを見ればね、一発でわかる。もう一個、桐生選手にチャレンジするよ。お、なんすか？桐生選手、100m を47歩で走り切るって言ったじゃない？おお。誰かに47歩チャレンジしてもらおうかなって。はい。お、羽根ちゃん。元気？47歩でどこまでいけるかチャレンジだよ。はい、やってみよう。桐生選手は47歩で 100m ですね。そう。50m を折り返せるかな、羽根。折り返したらすごいね。そうね。まずちょっと2m 測ってみよう。こんな感じで47回もできないよ、あんたは。じゃあ、OK？ せーの。47歩記録は77m でした。お、結構いった。子供としては結構いったじゃん。これはもう鍛えたらもしや日本代表になれるのでは。3人ともアスリートさんの凄さ分かった？分かりました。すごいね、やっぱり。全然追いつけなかったね。追いつけなかったよ。プロのアスリートさんの桐生選手さんもアシックスのサポートを受けてるんだって。へー。やっぱね、あの記録もね、アシックスさんの力もあってのサポートあってのね、記録なんだよ。さあ、はい、次のチャレンジにレッツゴー。室内に移動してきました。はい、次はバスケットボールチャレンジです。みんな好きだよ。みんな好きでしょ、バスケット。ではその前に、あれ、マリー、あなたたちにこれを授けよう。靴？お、あ、これバスケットの。そうですよね、バスケット用のシューズです。はい、すごい。ここ高いんですよ、見て。そうなの、そうなの、ね、さすがパパ、なんで足首を守る。確かに。次は、はい、バスケットボールスリーポイントチャレンジをやってみる。やりたいやりたいね。もう15年くらい増しましたよ。パパバスケ大好きだから。大好きだよ。もう25歳以降やることないですから。この間の、はい、バスケ女子の林選手の、はい、試合終わり間際のスリーポイントシュート、かっこよかったよね。そうですよ。
あの、はい、エネオスサンフラワーズの選手林選手もアシックスのサポートを受けています。だからか、拍手。同じアシックスのシューズを履いて3人にもチャレンジしてもらうよ。やりましょう、うん、さあ、はい、振り向いて、はい、おリングが見えますね。その手前の赤いカラーコーンが置いてあるそこがスリーポイントラインです。ここですね。そう、その真ん中のとこからシュート、はい、こういうね、皆さんスリーポイント本当に難しいですよ。届かないんですよ遠いですね、まずやってみるね、皆さん、ほら見て届かないですよ、はい、ということでアネマリチャンネルは林選手に挑戦します。はい、頑張りましょう。せーの、イエーイ。じゃあ誰だっけ、やるパパ、スリーポイントチャレンジ。マリは応援係ね。いいよ。じゃあパパはスリーポイント。お、ここでね。ハネはもうちょっと前ぐらいかな。お。でマリはもうちょっと前でやってみよう。いいね。わお。よし、じゃあ。マリちゃんから。おお。やれそうならマリも。やめたか。じゃあマリは応援係。応援頑張ります。Let's go。惜しい。
いやでもやっぱり本当にプロのアスリートさんはすごいね、はい、そうですね。もしかしたらみんなもこの靴を履けばプロのアスリートさんに近づけるかもしれない。そうですね。次は野球チャレンジ。おお、野球。はい。お、何これ。野球用のシューズだよ。あ、いいね。いいね。かっこいいね。赤綺麗だね、うん、これツヤツヤしてる。へえ、早速履いてみよう。履いてみよう。皆さん、羽根マリパパからのおすすめです。これはですね、マジックテープになっているので、マリーちゃん自分でも履けるようになりますよね。ほら、めちゃくちゃ履きやすいです。はい、おすすめですよ。はい、ほら見てください、子供自分一人でもできます。あ、羽根ちゃんもできた。最後、野球チャレンジなんだけど、はい、アシックスさんがサポートしている鈴木選手。おー、強いですね、あの方。鈴木選手はね、70メートルっていう長い距離を正確にバックホームできるんだって。70メートル、皆さんイメージ湧きます？50メートルの20メートル追加、はい、そう。さっき走ったのよりも遠い距離をコントロールよく投げ返せるんだって。そう、すごいよね。走るのだって精一杯だったのに。さすがですよ。羽根マリ家はこれにチャレンジしてもらいます。やりたい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 、やろう。じゃあまずはね、はいはい、どれぐらいまで遠くに投げれるかチャレンジをやるよ。そうですね、まず遠く投げられるかどうか。70メーターはね、さすがにね、10メーター超えたらいい。10はちょっとさすがに短すぎてるね。はい、じゃあここから15秒ですね。そう、はい、この体育館の中が、はい、今あのカラーコーンの間で20メートルぐらいある。あ、20メートルですか、はい、もしかしたら50メートルにこれぐらい追加されるんですよ。本当だよね、すごいよね。じゃあまずマリからやってもらおうかな。あっちの端に届くぐらい力いっぱい投げてみて。腕飛んでっちゃうよ。ママは距離を測りますよ。測ったよ。うん、遠くまで投げれました。さすがに70メートルは無理だった。まあ多分20メートルぐらいは限界じゃないですかね、普通の人はね、うん、はい、でもね、鈴木選手はあの70メートルを正確なコントロールで投げれるんだよ、うん、すごい。ということで次はこれチャレンジしてもらいます。お、何これ。あちらをご覧ください。わお、はい、ストラックアウトです。おー、今日はどのマスに当てるとかっていうんじゃなくて、もうあの1から9のあのマス全部に当たったら1ポイントで、それぞれギリギリ届く距離から投げてあのマスに当ててもらいます。マリの10球チャレンジ、よーい、スタート。アウト。おー、惜しい。力入れて。おー、力力力、もっとちょっと上だね。まずちょっと下がって一歩ずつ前に出てる。水色からスタートしたのに。マリマリこうだ。ダンスだ。ちょっと左足前で、そう。距離あるね。
ポイントです。 15m チャレンジします。端っこですね。よーい、スタート。うわぁすごい、距離は十分だけどコントロール頑張って。あれパパ、もっと上上。お、惜しい。コントロールは難しいなぁ。あ、惜しい。今のいい感じ。パパがゼーハー言ってる。恥ずかしい。恥ずかしい。15メートルですよね。今鈴木選手は70メートルですよね。70メートル。ありえないですよ。ありえない。ありえない。半分ぐらい届いてもなかったしね。すごいね。そうでしょう。70メートル。はい。ということで今日は、はい、アシックスのジュニアシューズを履いて、はい、アシックスがサポートしているプロアスリートたちの記録に挑戦してみました、うん、あ、結果難しかったねアスリートさん本当すごい。すごいですね、もう本当に。じゃあハネマリー、アシックスの靴たちの履き心地はどうでしたか。はい、もう柔らかくて気持ちよくて、はい、もうどんな靴でも運動がすぐできる。そうそうそう、そうですよね。もうやりやすいね。アネマリパパから見ると子供のシューズはね、やっぱりこのマジックテープタイプがね、すごくいいと思いますね。色もね、綺麗です。可愛いですよ。あのね、はい、ママから言わせてもらうと、はい、めっちゃおしゃれ。おしゃれですね。ね、可愛、はい、いし、かっこいいし、はい、素晴らしい。はい、本当にね、子供の靴選びを悩んでいる方、アシクスを選ぶ間違いないですね。はい、おすすめです。私たちが今日チャレンジしたアスリートたちもみんなこのアシックスのサポートを受けて、はい、あんなにすごい記録を出しています。なるほど。いやー、すごかったね。ハネもマリもね、このアシックスパパに買ってもらったから、頑張ったら憧れのアスリートに近づけるんじゃない。おお、頑張ろうよ。毎日練習するから。はい、ここで重要なお知らせがあります。何でしょうか。アシックスジャパンが、はい、このアスリートの凄さを体感できるキャンペーンを行っています。お、キャンペーン、じゃじゃん、アシックス未来チャレンジキャンペーン。おー、今日紹介したすっごい記録を持ってるプロのアスリートにインタビューができたり、うん、かっこいいアスリートを引き出したりするイベントに参加できるんだって。えぇ、ー、会いたい会いたい会いたいよ。さあ、このイベントの詳細についてはこの動画の概要欄に貼っておきます。皆さんぜひチェックしてね。チェックしてね。はい、本日の動画は以上となります。はい、はい、ではチャンネル登録お願いします。グッドボタン押して、バイバイ。アシクスおすすめですよ。おすすめです。はい、ぜひチェックしてね。チェックしてね。